前からさ、鳥がいたじゃん。鳥はどうなんかなと思って弓放ってみたら。弓？矢を放ってみたら。鶏肉でした。やった。これも料理にしようっと。あ、いた。ほら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 。あ、だっただった。左にもいたんだ。イノシシだ。結局さ、見つけられなかったんだよね。あ、めっちゃいるじゃん、鳥。何してんのかと思ったら木取ってんだ。何してんの？ほっはっ何してるん？薪にする？あ、そうなんだ。へえ、やろうとしたことない。あ、うん。あ、そうなんだ。至る所に落ちてるのってこの人の斧なんだ。いいけど。これ？こっち向きにやってったよね。お、すごいすごい。へえ。あ、なるほど、そういうことか。え、これいるの？ いるのかな？持ってっとこう。ちょっと録画してるかわかんないんだけど、あの、火打ち石？なんか一回だけ火をつけられる石みたいなのをゲットしてるんで、これで好きなところで、ま、あの、火が焚けるっていうことよね。これってまとめられてる？まとめられてるね。あ、木の枝いらない。こんなもんでいっか。あんまりやるといる？やり方教えるためにやってたのかな。適当に入れてみるか。とりあえず、カエルがいた。カエルと、ハイラルソウと、まあ、でもこれとかはいっぱいあるからな。ハイラルソウも多分どこにでもあると思うんですよね。カエルやってみようか。獣肉とカエルと、これ。料理。あ！ とても人に見せられないよ！カエルいかんか。魚は？料理。これじゃない？ピリ辛三回焼き。こんなんじゃなかったっけ？こんなネーミングじゃなかった？あれ？ちょっと待って。確認確認。あ、あった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 。おーおー、魚だったのか。なるほどね。オッケーオッケー。よし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 。やった。これどうしよう。食べられなくはないんでしょ？カエルでも美味しいって言わない？魚だったのか。確かに魚も近くで取った気がする。
ついでになんか料理しようかな。でもなんかいっぱいもう料理あるよね。とりあえずいっか。これどこで取ったんだろう。なんかたまたま取れた気がする。よし、準備しよう。ああ料理したよ。てれれれー、ふっとやー。魚を入れるのはいいだけだったよ。うん。やったー。めっちゃめっちゃめっちゃリンク。めっちゃリンクなんだけど。うん。そうなんだ。なるほどね。切るー。おお。でも寒そうなんだけど。すごい寒そうなんだけど。首が寒い。わあ、ちょっとリンクっぽくなってきた。てか主人公の名前まだつけてなくない？やったー。だってさ、PV とかさ、大概さ、青いの着てたから、なんか、ちゃんと緑のあるんかなと思って。やっぱリンクといえばね、緑ですよ。よし。じゃあちょっとキリがいいから一旦休憩しようと。というわけでですね。こっからきっと寒いところなんでしょう。いざ。出陣。お、曲が入りましたな。目の前の冒頭も気になるけど。ここ、めっちゃ光ってる。プロのうちわって武器なんだ。ほんとだ。一振りするだけで風が起きる。軽いものなら吹き飛ばせる。んー、これ捨てよう。オッケー。あ、ここ料理できるようになってる。火打ち石が1個しかないのか使いづらいな。でね、この機械ね、調べたらこれが手に入るっぽい。からまあ見つけたらやってる。やるようにしてる。あ、ここもしかして薪？とかじゃない？手に持つ。違うかな。違うかな。さすがに、そういうモーションありそうかな。ちょっとこっち側行ってみようか。ちなみにちょっと休憩したのである程度元気。本当になんかゆるくやりすぎて。ゆるくやりすぎて、なんか多分いつも生配信でやってるぐらいの、長時間やるスタイルぐらいのテンションでやってるんじゃないかなと思うんですけど。はい、ということも言い訳しつつ進めていきましょう。火打ち石欲しいな。あとね、スタミナもうちょっと欲しいね。なんだ。あ、しまった。くそ。料理を食いましょう。はい。あ、斧って結構あれなんだね。待って。これ使おう。ほい。おお、いいね、強い。強い。あ、なに、まだいる。ほんとだ。ポーチも大きくしたいな。おい、おい。
初めての宝箱だ。はあ、楽しい。なんか休憩して休憩してなんか改めて始めるとこうまた新作やってるっていう実感が湧いてどんだけっていう話なんですけど、すごい嬉しいです。だって新作やってんだよ、しかも初日から。やばいやばい。こっちからやろうかな、やろうかなっていうか使い捨てようかなっていう感じ。あー楽しいよ。なんか涙出るんですよね。あ、あそこ、これね、槍ね、投げれるんだって。投げれるんだってっていうか一回投げちゃったんですけど、あ、待って待って待って、ドーン。あら、ダメだった。個人的にはあの爆弾に点火させようと思ったんだけど、これいくよ。ん、ほい、ほら、壊れた壊れちった。これ拾って、ちょっとあんまりあんまり、ほい、オッケーと、もうコンボは持てないんだね。ゴブリンのこの素材ばっかり増えるね。あれは盾だったかな。よし、あのさ、盾、あ、こうやんのか盾。ほらほら、なるほどね。あんまりさ、こう受け身が、受け身とかガードとかできない人だからさ、ちょっとその辺の不安はあるんですけど、食べ物がいっぱいあってすごい安心。めっちゃイージ。これ動かせるやつじゃない、この石。んーと、あ、こっち、あ、あったあったよ、あったよ。けどちょっと、うん、どうしよう。でもな、あ、ごめん、間違えた。とね、こっち側行くんだったら、ここにあるからね、この時に探索しようかな。というわけで、行っちゃおう。はい。行っちゃいまーす。これは、とりあえずこっち側に降りた方がいいのかな。はっ!大丈夫?大丈夫だった。ちなみにこっちは何かある？こういうことしてるからね、いつまでたっても進まないんですね。よし。おっと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 、危ない危ない。よーし。は、モダイの祠。ちょっと涙を拭きます。いかん、ほんとにちょっとしたことで涙が出る。あとね、梅干しをね、あ、ごめん、梅干しって言った瞬間ちょっとよだれが出ちゃうかもしれないけど、梅干しを食べて元気をつけながらやろうと思います。こうもなんかいつも以上に何時間もやり込む気でいるので、ちょっともぐもぐします。うん、何の祠だったっけ。ちょっと、あ、時を止まれ。お願いします。時止まる。今床がぐるぐるしてたけど、それを止めてって感じかな。ぽっちゃん。はい、一個増えた。ビタロック。物体の時間を止める。時間を止めた対象に衝撃を与えると動く力を貯めることができる。
貯めることができる。貯められた力を動き出した時に一気に解放されるので、うまく使えば巨大なものを動かすこともできる。なるほど、よく考えるね本当に。とりあえずこの辺り止める。ん？あ、こっちを止めるのか。あ、待って、あ、ちょっと待って、いかん、これはね、落ちますわし。何秒ぐらい？10秒ぐらいかな。そんな結構早い段階で反応してくれるのね。うん、通れましたよ。どこ止めるんだこれは。これはなんだ？ハンマー。持ってない。カツカツ。いつでもどこでもカツカツ。葉っぱがいらないのかな？葉っぱちょっと捨てちゃおう。あそこに宝箱があるぞ。どうしたらいいんだ。この辺で止めて、でいいかな。おお、いいね。入らないね。入らないよね、知ってる。鍋の蓋が地味にちゅびないから、こうしよう。はい、オッケー。で、次のが出たら、おーっといって戻るでしょ。で、多分これはね、あのね、武器切り替えを、あの何、キャラクター操作を人差し指でやって武器切り替えを親指でやろうとすると、あのモンハン持ちモンハン持ちをするとね、なかなかこう、違うな、ちょっと使い込み減らしちゃったね。これを叩く。ああ、なるほどね。ああ、なるほど。へえ、あっ、なんで落ちた。今なんか見えない壁なかった。ん、ちょっと、ん、どういうこと。よくは、あ、なんかフラフラしてる。まあいいや。フラフラしてるのは疲れてるからかな。赤いからかな。はい、食べましょう。リンゴ。あっちゅう間でしたね。この声の出し方が一番、なんだろう、出しやすい声が。私の話ですけど。はい、3つ目でーす。ありがとうございます。
L 下 X で手前に飛び降ることができる。ふんふんふん。オッケー。この石は有効活用できないかな。砂漠がある。わあ、砂漠楽しみだね。そうそうそう、そのね、特典のサントラ CD にね、のタイトルを見てみると、まだ聞いてはないんだけどね、タイトルを見てみると、ゲルドのなんたらっていうタイトルがあったからさ、私、時岡のゲルドの谷すごい好きなんですよ。だから、すごい楽しみ、今から。よし、じゃあ、今から、こっちに向かって行きたいと思います。うん。焚き木が2つ。ここはどうやっております？早速手を離す。オッケー。こっちが？こっちが端っこルートか。これは？違う。木の矢か。わあ、すごーい。あ、結局あっち行ってないね。行けないのかな。まあ、いきなりヨットっていう話もないよね。これは何か取れるものじゃないと。こういうのって、当たり判定ないんだ。このハンマーだからかな。この武器の切り替え、あうち、武器の切り替えを早くできるようになりたいんだけど、どういう風に操作したらいいのかな。あと、まださ、Wii、Wii じゃない、スイッチの本体とソフトを買っただけの状態だからね。スイッチに入ってる付属のコントローラーしかないから、ちょっとね、やっぱプロコン欲しいなって思ってるとこです。ん？合ってる？合ってないよね。でもこっちに行くしかないか。これで右に行く？あ、なんかゴブリンいるよ。あ、あ、しまった！肉！タンパク質！あのね、これをさ、持ってってみたい。これをね、あ、これただの岩だった。で、お、あ、これ強いやつじゃない？やばいやばい。ドン。わ、強い。ちょっと待って、ゴブリンのあれじゃダメだ。ちょっと待って、ちょっと待って。これ使っちゃう。これでいこう。あ、壊れそう。あ、マジ強い。ちょっと待って、あ、待って、満タンにしといた方がいいよね、多分。あ、待って待って、な、壊れたから、ちょ、待って。操作が、わ、痛い痛い、めっちゃ痛い。あ、死んじゃった。わあ、めっちゃ強い。
下の方に落ちてっちゃった。ラッキー。青いやつ本当に強いね。寒そう。何かあるかな。モンスターか。一発。目ん玉ってなかなか出ないんだね。レアいって書いてあったもんね。コンボにしよう。吉祥。なんかアトラスが出てきそうだね。道合ってる？わあ来たぞコウモリラ。どう？一発か。あ、下に落ちちゃったら取れないよ。取れないのかな？降りて大丈夫？その前にあの上気になんない？なるべく覚えてる、覚える努力をしておいて、この上行きたい。月だ。だいぶ高いとこに来たんだね。調べる。あ、ヒューチージー。やった、嬉しい。すごいね。食べてきたの？いい眺めだね。うん、この大地を一望するにはもってこいの場所。あー、そうだね。ね、これね、一回つけたところさ、光りすぎててよくわかんなくなっちゃってんだよね。落ちないように気をつけないと。多分今つけてるので全部じゃないかなと思うんだけどな。近すぎてわかんね。うん、多分大丈夫。よし。ところでアイテム、ドロップしたアイテムってどの程度時間が経ったり、遠くに行ったりすることで消えちゃうんだろう。なんかもう消えてそうじゃない？消えてそうだね。ここに落ちたよね、多分。諦めましょう。